全国区制とは、選挙区を区分せず、全国を一つの選挙区とする選挙制度である。日本では1947年から1980年まで、参議院議員通常選挙で行われていた。定数100人の全国区として、全国一選挙区で個人名で投票する選挙を行っていた。全国区制を導入した理由は、 法案が貴族院に提出された1946年12月に、大村誠一内務大臣が、全国的に有名優位で優れた学識経験を持つ人材を間伐することを主眼とし、職能的知識経験を有する者が選挙される、可能性を生じさせることで、職能代表性を有する調書を取り入れることも、目的としていると説明している。全国一選挙であるため、 候補者は一地域の有権者ではなく、全国の有権者がすべて同じ候補者であり、ゲリマンダーや一票の格差の問題が生じることなく、すべて等しい条件で審判が下される制度であった。一方で、全国各地を回る必要があることから、選挙費用がかかる制度であるゆえに、近県選挙になる傾向があり、ニ国区、8等7落ち、10あたり9落ちなどと皮肉られる問題もあった。 実際に、労働組合、業界団体、宗教団体などといった大きな組織を持つ候補や、知名度の高いタレント候補に有利な制度であった。また、全国一選挙区で候補者が乱立していたために、有権者にとって候補者との距離を遠く感じさせる選挙という意見も存在した。参議院選挙は、半数回選のため、組織が全国区で擁立した候補を当選させた。 場合は、3年後の参議院選挙でもう一人の別の候補を擁立することになる。全国から票を得られるので他の当選者の数倍の得票を得た候補者もいたが、短期非常識投票であるため議席を一つしか得られず、取りすぎて余った票が目立つ制度でもあった。さらに夏に選挙が行われ、全国を回ることから、体力の消費が非常に激しく、 当選したにもかかわらず直後に死去してしまうという事例も発生した。以上の問題点により、1983年の参院選からは、政党名で投票する高速名簿式の比例代表制に変更され、参議院ピレークとなった。2001年以後は、現在の非高速名簿式による比例代表制に変更されたため、実質的に全国区制が復活したと指摘する意見もある。 第2回以降は、欠員補充のため回答戦の何人かが、半期議員となっている。なお、第3回参院選で当選した楠木美きは1954年10月の、栃木県佐野市での再選挙の結果落選。時点だった、平林剛が、半期議員として当選した。また第4回参院選で当選した、小西秀夫は1959年2月に、 東京高裁の当選無効判決について、最高裁で上告が棄却され判決が確定し、議員を退職。辞典だった、上条安一が、半期議員として当選した。背景青の候補者は、後に繰り上げ当選した候補者。第3回参院選で辞典だった、平林剛氏は1954年10月の再選挙で当選。第4回参院選で辞典だった、 上条案一は、小西秀夫の当選無効判決の確定により当選。全国案屋による選挙活動で疲労しきって、当選確定直後に休止した候補者が実際にいたため、全国区ならぬ残国区と揶揄されていた。また、全国を飛び回る交通費も膨大であったため、銭国区とも呼ばれていた。以下にその実例を示す。地方自治研究資料センター。 戦後実施3、裁判例結果詳細、裁判所、コーツインジャパン、w w w c o a t g o j p 2021年2月20日閲覧、参議院選例6平成25年版123ページ、議会制度100年史、貴族院、参議院議員名鑑253ページ、ありがとうございます。